バルセロナ、ルイス・スワレスが懐かしいぜ、 MSN 時代。今回はですね、こちらのブラジル POTS ガチャから新登場したこのスワレスがバルセロナ時代みたいな能力値してるんですよね。まずプレイスタイルがリンクフォワードからラインブレーカーに変貌を遂げました。もうバルサ時代ですよ。あの抜け出しですよね、一瞬の。やっぱスワレスだったらね、抜け出しなんで。まあ、ただね、ここだけじゃやっぱバルサ・スワレスとはね、言えないところで見てください。オフェンスセンス蹴ってるかい。もうこれガチで、ウィレアプリ時代のスワレスの能力値ぐらいあります。特に決定力がもう超強化で、他のハイライトでね、この数値まで持っていこうとすると、他の能力伸ばせなくなるんで、まあえぐい決定力ですね。いつかビッグタイムで登場した時はこのスピシュンがね、もう80後半ぐらいいってほしいですね。さらにキック力もさ90乗せてて、フィジコンボディコン両刀からの今回スタミナも高いんで、かなり嬉しい強化だね。ただやっぱここだけじゃね、ちょっと物足りないという方にも、こちら逆足精度がですね1上げて最高になってます。もともとね高い高いなんだけどね、精度がマックスになったことで左足でもねより得点が決めれる。さらにですね、今回のスワレス、ミドルシュートとワンタッチパス、スルーパスがですね、スキル追加されているので、パス能力もアップのコンボでね、より連携うまいし、あのバルサ時代に見せたね、ポストプレイのうまさもあるし、さらにね、ミドルレンジからもね、狙えるというライジングとのコンボで、えっぐいシュートも打てるし、やっぱスワレスといったらゴラッソシュートなんでね、いろんな局面からゴール狙っていきたいと思います。それでは続きでいきましょう。レディーゴー。やっぱね、メッシ、スワレス、ネイマールのね、バルサーですよ、このスワレス。バルサ、スワレス。復活のようなね、能力値してるんで。ということで、おやつさん、モドリッチ来ましたね、今週の。バルサー、スワレスですよね、もはや。いや、ほんと強いのよ、このスワレス、能力値。さあ、バルサ、スワレスは見せるよ。さあ、ルイス、スワレス、動きえぐい。さあ、で逆足最高なんすよね。もうマジでバルサ・スワレス。ビッグタイムバルサ・スワレスと過言っても過言ではないぐらいの決定力にオフェンスセンス。あー来た。さあスワレス、アクロバティックプレー見せてくれ。うお、前入ってくる。力が、オフェンスがすげえ。やっぱこのスワレス本物だよ。やっぱね、 MSN は偉大ですね。スワレス動きやばいな、ほんと。センターバックをね、錯乱しまくってんのよ。動き出しの質がもうバルサ時代。ガチで。もうビッグタイム出るならスピシュン、瞬発系が上がってくれたらめっちゃ嬉しいけどね。さあ、ここもいい動き。いやー、ドフリゲー、左足のキック、これこういうか。むっちゃうまい。逆足精度最高からの左足。2得点だね。バルサ・スワレス。あー、まだまだ。いきましょう。POTS ・スワレス。シーズン通してはね、だいぶバグ能力しているので、結構どんなボール出しても決めてくれると思う。まあ、ガチでビッグタイムが登場したら、もっとね、やっぱボルコンとか高くなると思うんだよね。ドリブルとかも。さあ、ここは、ナイス。なんかスワレスが前線にいるとさ、めっちゃ決めてくれる感すごいもんな、パンチが。ナイス。きた。いやー、えぐいわ、その後ろ向きからのボール。メッシとのさ、もう連携あるとはいえね、なんか2人の友情パス能力値上がってるとかない？いつかさ、登場してほしいけどね、ブースターでさ、 MSN で MSN3 人を同時起用すると能力値がアップするみたいな。スワレスのワンパ強いんだよな。ほんと登場してほしい。さあ、ここも MSN でいきまーす。スワレスらしいわ。MSN でいきまーす。スワレス。MSN でいきまーす。スワレス。ほんとに使っててわかるこの感じ。当時のスワレスです。BT です。もうあのね、昔のウィーレの
MSN 時代のスワレスだもん。強すぎるさすがに。うわそこ抜け出してた。やべえ抜け出しの質も。あのアクロバティックのフェノミナルフィニッシュみたいなシュートがたまんないっすね。さあ中盤にスペースが空いている。ここ抜け出すボレーシュート。前半の27分でハットトリック。これえぐいペースですよ。メッシ・スワレスの仲の良さ異常ですからね。さあうわおトラップ。これボールコン90ぐらいあるでしょ。数値的にはさ実際はめっちゃ高いわけじゃないんですけど、いやーちょっとすごい。これはぜひね皆さんに使ってほしいですね。マジであの MSN 当時の MSN を放出させるスワレスのぶっ壊れ得点力。こっちさあこれもトラップからどんな向きでシュート打ってんの。前半だけで5得点。驚異的すぎるぶっ壊れ活躍。ということで終わりパターンかもですね。いやちょっとさすがに強すぎ。ほんと当時のスワレスのまんまの感じ使ってて、もうこれはねバルサービッグタイム認定ですってぐらいすごかった。さっきの試合何あれ、あんな逆にここまで最近の試合で点取ってでしょ、見たことがないぐらいの点の取り方。アクロバティックゲーム申し分ないし、あとミドルシュートも決めたいね。ナイス、カントの受けてスワレスが余ってる。さあこっからもう狙っちゃう。左足逆転最高のミドル。こんかやべえな。最近登場してるよくあるブースターのねシュート持ちみたいな性能してるわ。最強かマジで。さあでメッシが受けつつスワレスとの連携でいいんじゃない。さあお相手が余った瞬間に一撃必殺のような超絶ライジングシュート。この試合をミドルで見せるというのか。いやーほんとすごいわこれ。完全なルイス・スワレス、完全なる完全なるですね。ここも足元入ってくる。まあ、やっぱメッシとネイマールのね形からの点も狙いやすいし、本当にバルサースワレスをねなんか使ってるような感じ。この辺のパスもうまいし、いやーほー、キックフェイントもキレッキレだね。いや攻守レベルが上がってますからね。カントナからスワレスが動き、あー惜しい。あるメッシに出して、メッシからスワレス、あーやっぱこの形を。このねバルサのあの時代ボール奪ってからすぐメッシに預けてスワレスがねドフリーの位置にいるみたいなのが多かったからね。 MSN だとネイマールもマークしないといけないしさ、だいぶあの時代のディフェンスはきつかっただろうね。よーしこの試合もハットトリック。いや壊れてんね、まあ、ボックス内に注意するのはもちろんだけど外からもですねえっぐいシュート打てますからね。特にあのライジングやばかったな、まあ、1回取れるんだけどしっかり読んでからのもうその場でねステップ踏みながらのコンパクトにグエー伸びるニア抜きぶち抜き。3試合連続ハットよ、すごすぎないか。体も強いしで連携もできてボックス内ボックス外からの得点力もある。なんかさスワレスに決めてほしいゴールを全部決めてくれた気がするんだけど、うまい。ただねここはアラウホなんですよね。これアラウホがね強いとだいぶ。デヨンクカントナ、ナイス、裏でいい。1回裏見せといて、ここですね。OK! ルイス・スワレス、フェノミナルフィニッシャーでした。フェノミナルフィニッシャーでした、この男。
もうね、ルイス・スアレス、ハハハ、涙。OK! ルイス・スアレス、ハハハ、涙。あのね、今の決めんのは、マジでスアレスぐらいだと思う。普通の選手入んないです、あれ。やべえよ。いやー、やっぱこの2人。はい、よし、やっぱこの2人のね、あうんの呼吸がありますからね、一瞬ね、ストレスの抜け出し、そこをメッシは逃さないから、なかなかね、いやー、さっきのゴールがすごすぎて、もう言葉出ない。クロスも狙っていこうかな。裏でいいでしょう、余った。さあ、スアレス、頭、ヘディングもね、85と数値がね、高いので。ここね、アラウアでもついてますね。よく決めたな、あの1点目、ほんと。すげえゴールだったね。ハイライトがほとんどないですね。その少ないチャンスの中で、やっぱこれ、胸トラから決めるのはすごいわ。これ、何度でも見れるなぁ。いや、えぐすぎるわ、それは。これぞ、ルイス・スアレス、バルサ時代ですよ。それでは、ラスト、ルイス・スアレス、いきましょう。おー、いいね、MSN 全員好調。だけスーパーゴール取ってきたの。すごいよ。もうね、やっぱ決定力が高いからね、あんだけ高くて入るし、オベゼンも高いし、しかもラインブレーカーになっててね、逆足精度最高という、破壊力えげつなすぎるんよね、本当に。うわー、取ったー、スライス、さあ、取ったよ、オッケー、いいところでボール奪っていく。で、カウンターじゃない、これ、まあ、メッシに当てつつ。ここがね、怖いですよね。さて、一回当てて、で、この後、カントナから、まだか。硬い。で、ここ、そうなんですよね。いや、本当に、ここの動き、半端ねえ。あの、横パス入った時に、もう味方が出せるよみたいな状況で、完璧な動き出しをしてくるんだよね。で、しかも、その後のシュートもうますぎ。うわー、いったか、これ。さあ、スアレスに。エッジクロスからのヘディングシュートもうまーい。ヘディング数値も高いので、スキップ連打してるんですが、押せない高橋名人張りの連打をしてるんですが、うわー、スキップならないということは終わりパターンかな。いやー、でもラスト試合、これ、途中で終わっちゃうの、なんか、あれだね。もう一試合行く？途中で終わっちゃったんでね。もう一試合、行きましょう。それでは本当のラスト、泣いてもらってもね、ラストは途中で終わってもラスト。で、まあ最後、存分にやっぱ丸々して楽しみたいということでね、行きましょう。さっき途中で終わっちゃったからね、行くぞ、スアレス。最後もね、点を取っていく。ぜひですね、獲得して使ってほしいよね、このスアレス。なんかバルス、あー、マクシム、やめてくれー。ナイス、あー、終わった。いやー、ちょっと油断してたな、これは。私の甘さが出た。シェフはね、一回止めてくれたんだけどね、頑張って。ちょっとやられましたね、これ。マクシマンのあの裏とか全然警戒しなかったもん。いや、しかし、ルイス・スアレスも見せますよ。やっぱこのボックス内でのワンタッチシュートの圧倒的な決定率。大体打てば枠内のいいところに。ちょっと待って、またマクシマンじゃないのこれ。やめてくれよー、マクシマン、やめてー。よーし、OK、ここはシェフのプレッシャーにより。マクシマンね、決定力そこまで高くないからね。マクシマン、怖すぎー。ちょっと久々にマクシマン使いたくなったな。最近ちょっとウィンガー登場しすぎてさ、なかなかこう、ウィンガーを新たにね、入れるみたいなことができなくなってるからね。本当にウィンガーの登場がすごいのよ。OK。カントナうまっ！カントナの今のプレイやばいな。ちょっとボール取られちゃったけど、最終的には。サンキュー！余ってる！スアレスが。余っている！いや、そっから出てくる！そっから出てきての左グリーンですね。あれもまあ逆足の精度上げがやっぱ刺さってんのか。
いやー、最後の試合、この時間帯まで1点リード、もうスアレスの体力ありません。スアレスの体力がもう底をつきました。やめて、スアレスの体力はもうゼロよ。やめてよ、ジョーのうち。ハットトリック消したい。よし、来た。スアレス、オッケー。うわー、すごい。体力ゼロで決めたよ。闘争陣発動かな。しかもヘディング脅威の一撃、あの一撃をお見舞いした。結構難しいですよあれ。すげえわマジでスアレス。いやーもうね、ハットトリックしました最後の試合でも。これがエアバルサのユニが似合うぜ。はい、ということで今回はですね、ブラジル BOTS ガチャから登場したバルセロナ、もうビッグタイム級の得点力を誇ってましたね、ルイス・スアレス、メンシオでした。いつかね、本当にもうビッグタイムでね、スアレス登場してほしいね。その時を静かに待ちたいと思います。またね、いろんな説がやっていくんで、皆さん遊びに来てください。またしょう、さよなら。